同胞を殺めさせた上、逆賊の濡れ衣を着せ、さらには暁どもを一人で監視させていた。イタチは小さき頃から誰も気に留めぬ先人たちからの教えや因に気づき、一人でかつての忍びや里の誇りを感じ取る繊細な子であった。そのせいか、イタチは一族という縛りにとらわれることなく、忍びの先、里の先について考えることができ、いつもそれら将来を危惧していた。7歳にしてまるで火影のような考えを持つ少年じゃった。わしらはイタチ一人に全てを任せ、イタチはそれを任務として完璧に果たした。同胞を皆抹殺し、反乱を止め、それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。わしにお前を里で守ることを条件に出してな。やはりそうか。